酒もサンプラサンプラということで、はい、3種類のお酒を楽しめるメニューになって、そしたらこちらが甘口のお酒から辛口のお酒で、こちらが大山、出羽桜、刀っていうお酒に、刀ね、ね、初めて聞きます。こっちは濁り、男山、春鹿、春鹿なんだろう、かっこいいですね、鹿大山、いただきます。甘口のとっても冷たいです、容器も冷たい。あ、透き通る感じがすごい飲みやすいですか。飲みやすいです、全然飲みやすいです、そうなんですね、香りもすごくいいです。はい、私そしたら濁りをいただきます。濁ってますね、匂い真っ白ですね、真っ白です。なんか最初に一口目が甘い、なんかフルーティーな匂いがして、これはあ、お米か、お米だから甘さお米の甘さが一口目でスッと香って、こちらも飲みやすく、おー、いいね、はい、いいですか。鹿の味がするうん、こっちは比較的辛口辛口で、でも全部全体を通して私は飲みやすいと、でもはっきり味が違って楽しいですね、こうやってちょっとずつ飲めるのは。